菊池は今シーズン初勝利を目指してアストロズ戦に先発。立ち上がりから変化球が冴えました。6回には3者連続三振。攻めていけば大丈夫と相手の強力打線を中盤までノーヒットに抑えます。大記録への期待が高まる中、1対0の7回、ワンアウトから初ヒットを許しました。これがツーベースとなり一打同点のピンチです。続く4番グリエルのこの当たり、守りでも光った菊池、7回を1安打に抑える好投で今シーズン初勝利です。充実感ありますね。やはりこういう勝ち方できて、次から自信を深めてマウンドに上がれるんじゃないかなと思います。